中心蔵、堀部屋平と、堀部屋すべえ歌川国貞作、く、中義士肖像より、堀部屋、兵衛金丸歌川国吉作堀部金丸、寛永四年元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七氏の一人、通称は野平、堀部正津名の子、本生は源氏、家紋は四爪唯一、寛永四年、朝野長重の活進、 堀別な勝ちの子として、日立国家様に生まれる。母は不詳。堀部家は、祖父、助左衛門以来、朝野家に仕える不代の進化の家である。幼少の時に、父が死去したため、若年より、張間国は後半子として、朝野幼を長、長友、長典の三代に仕え、有出を経て、江戸留守居となり三百国を治療した。妻に、山田氏の女、 五歳として、忠だ氏の女、我がを迎えており、戦災の山田氏の女との間には、渡る一兵衛と吉の一男かずめを設けた。ところが、元禄五年十二月に、長男、渡る一兵衛が、男色関係のもつれから妻の園石の本田喜平寺に、殺され、五歳我がの弟、忠だ聖せの次男、堀部琴とを養子に迎えたが、藩主、浅野長則から却下されたため、 アコ藩の家禄を相続させる養子とすることはできなかった。元禄七年、高田の馬場の決闘で活躍した老人、中山安兵衛を見込み、娘、吉と、シ瀬ワ子養子に迎える。この養子縁組は長典も許可し、金丸は隠居して、代わりに安兵衛が家徳を継いで長典に仕えることになった。元禄十四年三月十四日、長典が江戸城昇士用廊下で、 キラヨシナカに人情に及び、即日切腹、アコーアサノケは海域となった。金丸は判定を引き払いま淵一郎エ門、モン、本所にある越前松、平家の家老、本田町院屋敷内に住居を持つ江戸常ねの本ン家、自席留守居、ょ、ただ店へ冷たくに仮住まいした後、両国境の西にある矢の三倉跡地にできた、米沢町の二階建ての長屋に引っ越した。金丸は、 向こ氏の竹常と共にあだちを主張する、急進派の中心となった。元禄十五年、大石義雄はあだちを決定して、江戸に下り、金丸は浅野匠家来工場所の草案を書いた。内入りの銭や、う入り参加者は、金丸宅に立ち寄ってから、それぞれの集合場所に行くことになった。なお、吉田金助らは、金丸宅を辞してから本所林町五丁目に、 竹ケが借りていた愛、宅に行く途中、両国橋の東の立川の川岸にある、亀田屋という茶屋により、最後の縁を催した。なお、その時に出た蕎麦のことから、打ち入り前に、蕎麦屋の2階に集合したという話が創作されたと言われる。12月15日未明、大石ら47人の赤王老市は、吉良ヨシの屋敷に打ち入る。金丸は、表門体に属していたが、 自宅から出て遅れて、東門前に到着した。恒例のため、はしごを使って、屋根に登るにも連れてきた歌舞の助けを借りたという。内ち入り後は、竹常のいとこに付き添われて、両国境前の広場まで行き、そこからは、千学寺まで籠に乗って行った。千学寺から、お預け先の細川津な屋敷に行く予定が変更になり、大目付の千国久直屋敷まで行って、 そこから細川屋敷に行った。両皇帝とも金丸は籠に乗って行った。元禄十六年二月四日、江戸幕府の命により切腹した。去年七十七、戒名は、派、毛ちする義神寺、同志のうち最年長者だった。現在、阿古老子たちが切腹した場は、平成十年に東京都港区教育委員会によって設置された。 大石吉尾が16人中列の後石碑などがあり、東京都と中央議士会により保存されている。また、細川家で老子の世話を行った、堀内伝右衛門が書いた、阿公義神体は、堀内伝右衛門をぼえがきには、阿公老子は、主君の浅野長典と同じ、仙学寺に葬られたと書かれており、その記述の通り、阿公老子の墓は、現在も、仙学寺にある。 そして、阿光老子たちが切腹した後、老子たちの世話をしていた細川家の堀内伝理門は、老子たちの遺発をもらい受け、自身の治療地である杉村に持ち帰り、堀内家の菩提寺である日輪寺に遺発堂を建立している。こうした縁から、今なお山賀市や日輪寺では、毎年2月4日に阿光老子の供養と義式祭りが行われている。なお、細川家では、 堀部かなまる、堀部竹爪の切腹後、堀部家を継いだ、堀部ことまがめし抱えられ、堀部家はそれ以降、代々、細川家に仕えて、明治維新を迎えている。そして、明治以降の堀部家には、明治27年に、第9国立銀行の頭通りとなった、堀部直進などがいる。a b 中島安尾、阿尾義手小和始末、衛生文庫特別展中央義士会。 57号、2007年、堀内伝右衛門、阿公義神対話境内案内戦学時平成28年8月26日、山賀市ホームページ山賀、日銀寺で、阿公老子を忍ぶ熊本県民テレビ、伊田康と、熊本時代の大塚美学について、近畿大学民族学研究所、民族文化、2016年、ありがとうございます。